はい、皆さんこんにちは、京都山田製油の、変子社長、山田でございます。今日もいつものように、変子男の簡単料理をやっていきます。今日の主役は新玉ねぎです。はい、新玉ねぎの、カリカリ漬け、これを作っていきますので、むっちゃ簡単なんで、ぜひ挑戦してみてください。はい、おいしいですよ。よろしくお願いします。刻んじゃいます。これで皮を剥いて、すごいでしょ、この、サウスポー男の料理。ほとんど、包丁ガリウで使ってるんですけどね。はい、これでこれいますよね。玉ねぎを、どうでしょうね、ちょっと大ぶり、あんまりね、あの小さく切る と、このコリコリカリカリ感がないので、ちょっと大ぶりに、こんな感じで、玉ねぎを刻んでください。こんな感じでいいと思います。今日は、玉ねぎとりあえず1個で作ってみますね。はい、ここにですね、このね、簡単にするので、このだしパック、うどんのだしパック使います。はい、このうどんのだしパックなんですけど、僕はいつもこの化学調味料無添加っていうやつを使ってるんですね。これいろんなメーカー出てると思うので、これはあのお好きなやつを使われたらどうですかね。これ内容量 350g になってます。だいたい300から350ぐらいのこのうどんのだしパック売ってますので、はい、これをですね、まず、はい、お鍋の中にザクザクと全部入れちゃいます。全部入れてですね、はい、ここのところに、まずお酢、大さじ1杯のお酢、これを入れます。珍しいでしょ、今日はちゃんと目分量でなくて測ってるんですよ。大さじ1杯のお酢を入れます。次、はい、ここでごま油を1杯、大さじ1杯、ザクザクザク、はい、大さじ1杯のごま油、これを入れます。はい、でですね、次に、お砂糖ですね、天才糖か、これを大体、大さじ1杯、ちょっと山盛りぐらいですかね、これも一緒にここに入れます。はい、入れました。で、ここに、最後辛味付けなんですけども、鷹の爪をこの中に1本入れたいと思うんですけど、爪ってね、これちょっと違うでしょ。これね、よく売ってる市販の鷹の爪なんですけど、こちら左手の方、これ、大和辻田さんの鷹の爪です。大和辻田さんの社長は私と同い年なんですけど、すごい私と一緒で変更愛でございます。彼曰く、鷹の爪っちゅうのはな、うちしか持ってへんやん、これがほんまの鷹の爪らしいです。そのうんちくについてはまた山津辻田さんのホームページ見てください。でもほら、もう色って全く違うでしょね。はい、今日はせっかくなので、この山津さんの鷹の爪を使います。でも、ね、普通売ってるこちらも全然問題ないんですけど、せっかくなので今日はこれですね。はい、これを1本この中に入れます。ちょっとね、辛味が好きな人はちょっとこう種まで入れちゃってください。で、これこう1本入れちゃいます。はい、入れたやつにですね、次、火をかけます。はい、これで、火をかけました。はい、もうあとはね、これちょっとこう混ぜてもらうだけです。こうやって火にかけて、お砂糖を溶かします。こうやってね、この鷹の爪からもね、ちょっと辛味出してやるわけなんですよね。はい、しばらくすると、先ほどのこの出汁が、ちょっと沸騰してきますね。はい、この沸騰してきたところに、ピサンと玉ねぎ、はい、これを全部ぶち込みます。はい、こんな感じで。で、ね、もうこれはもう一瞬でいいです。煮立ったら、はい、もう火を止めてください。はい、もうこれで煮立っております。はい、あとはもう余熱でね、仕上げますので、あんまりここで煮てしまうと、このシャキシャキ感がなくなるので、ちょっとこういうふうに、沸騰してきたら、はい、はい、もうこれで出来上がりです。はい、これをですね、もうこのタッパーの方にこう移し替えてください。はい、こういうふうな感じ
でどんどん変えちゃいます。おっと、もうギリギリですよね。はいはい、こんな感じで仕上がりました。はい、これね、まあ、今これつけたとこなんですけど、このままですとまだ味が染みてません。はい、これだいたい冷蔵庫で一晩寝かしたんですけど、こういうような状態でちょっとね、この味が旬だような状態になってるんですけども、こういうふうにちょっとね、味が旬で色が変わってますよね。はい、こんな状態になります。はいはい、もうこちらはもう蓋をしてもらって、これでちょっとね、粗熱を取ってからもう冷蔵庫に入れて、ね、もう漬け込んでください。はい、じゃあこれ昨日漬けたやつなんですけど、これ今から実食タイムに移りたいと思います。でこれね、このまま食べてもらってもいいですけど、これ玉ねぎのね、このパリパリ感、シャキシャキ感と、ここにね、ちょっと煎りごまの白、ちょっとこれをかサラサラっとかけて、はい、玉ねぎとね、ごまのね、玉ねぎのね、カリカリ感とごまのプチプチ感、これを一緒に食べたいと思います。はい、じゃあいただきます。うまいですよ。いただきます。うん、うん、最高。このね、お酢を入れたのでちょっと酸味があってさっぱりしてるんですよ。そこへ持ってきて、この玉ねぎのね、このカリカリ感と、それからこのごまのプチプチ感、これがね、口の中で入って、うん、うまい。もうビールが欲しい一品ですよね。はい、ぜひ簡単にできるので、今から新玉ねぎをたくさん食べる方法です。はい、なんかね、血液もサラサラにする効果があるとか、ね、玉ねぎにあると言われてるんで、ぜひこれ食べて健康になってみてください。また今回も見た簡単な変更おやじの、一品料理でした。ぜひ皆さん食べてみてください。最高。